えーとそしたら他にないですかでは、えーとまあ、ディスカッションの方に入りたいんですが、えーまあ、あのこういった試みはあの京都大学のオープンコースやのプロジェクトでも、まあ、初めての試みだったんですが今まではあのどちらかというとそのオープンコースやというものの,その、まあ、は何かということを知らない人が非常に多かったのでそのオープンコースやを発信する の人間がまあ集まってまあオープン構成をそれぞれまあいろんな大学で国内の大学で作りましょうというような。 あのまあ、会議がいろいろ行われたんですがあの、まあ、日本ではもちろんあの MIT からあの宮川先生が来られてさまざまな大学でいろいろもあのご,ご講演されてますが4月にあのオープンコースウェアの国際会議を京都大学で開いた時も国内外の大学オープンコースウェアをあもうすでにもう公開している大学がいろいろな プレゼンンテーションをしてオープンコースやとはこういうものですよというような、まあ、非常にこうあのまあ、作ってる方の人間からがあの一般の人たちに、まあまあ、その関連の人たちにお話をするということだったんですがあのここからはですねこれからはそのあのあ実際、えー、ユーザーですねユーザーというのは2種類いると思うんですがあの、まあ、まず学内の先生方の。あ がまあ、一つの、まあ、使うユーザーザですねオープン構成をシステムを使うユーザーそれから、えーまあ、提供側とになるんですがそれから、あのー、それをですね享受するための一般の人たちですね、まあ、一般というかさまざ、ああのー、まな、あ、ユーザーですねセルフランナーと、まあ、MIT では言ってますけれどもそういった方々のあがいましてで今回はどちらかというとその えーまあ、誰のための OCW かとか誰のための何のための OCW か、まあ、こういったことをちょっと少しテーマに置いていました。でそれであの、まあまあ、少なからず京都大学にも50コースぐらいの,あの講義ノートがもう上がってますので、まあ、その中から非常にアクティビティの高いオープンコースやのに関心のある先生方に えー、来てていいただいて、えー、それで、まあ、3名の先生方に来ていただいてそれぞれの立場からさまざ、あ、まなことをですねオープンコースやアに関連のあることを話していただいたという形で行いましたでこれは非常にあの私としてはあの面白かったというかうまくいったんではないかと思います。というのはその、まあ、オープンコースやアを出版してる、まあ、提供してる先生方のなかなかこう顔が見えないというか非常にこう まああのー、分かりにくいというか、まあおまあ、あのオープンコースをそのままそのパブリッシュしてるだけで、まあ、その先生がの考えてるそのもっと深いこととか内容的なこととかさまざ、あ、まそこから発生してくることっていうのはなかなかやっぱりその伝わらない。 と思っていましたでそれでそれを一つまあ解決するようなです、ねえー、ことがあの非常にこのライブの中で、ね、できたんではないかと思います。で、えー、そういったところでそのまあ一体これは一体誰のためのオープンコースやかっていうことと、まあ、何のためのオープンコースやかということが2つ大きなテーマがありまして、まあ、誰のためのオープンコースやアかというところでですね今あの実際 えー、直行されていましたあの関西学院大学の中津先生から、えー、ご意見を伺いたいと思うんですがえっとす,すいません、先ほどあの紹介いただいたんですけど、まあ、私、もともと京大出身なんですが今は私、まあ、立の方に席を置いているので、まあ、ある意味で外野からのちょっと応援団ということでここにいるのかなと思いますが。えー 今、戸田先生から聞かれたあの質問も含めて、もうちょっとこう私の取り留めないかもしれないけど、今日の話を聞かせていただいたときの感想をです、ね、ちょっと述べさせてもらえなと思いといい思ますすがよろしで私、戸田先生、前から存じ上げてるんですが、その OCW を兄弟でやっておられるということなんで、まあ、私も単純に o c w イコー,リーラーニングというふうに。 考えたのでそういう議論すればいいんですねと言いましたら、非常に怒られまして、ですね <laughs> もっと勉強してくださいと、OCW は e ランニングがありませんと言われまして、えーまあ昨日一生懸命、他の大学のですねウェブ見てたんですが、うちも含めて、ですねなんと、シラバスって見えないんですね、全然ね、少なくトップページにシラバスの載ってる大学ってないですね、私が見た1大学で。 結局どこにあるかというと、大学生の情報のところに行って、それから各学部に飛んでいって、ですね学部の中のまだもう一つ下ぐらいですね、学科あたりになるとやっと調バスが出てきて、それもまあ、はっきり言うと形式的に置いてあるだけなんですね。 でよ,くよく考えたらこれ不思議な話なので大学というところはやっぱり教育というのは一つの売りですから企業で言えば商品ですよね企業で言えば商品ってやっぱり一番トップに持ってくるべきものが実は隠して,隠してあるというのは変な話ですけど、まあ、隠してあるわけじゃないと思うんですけどねあまり重要視してないって変だなというふうに思いながらまあ今日聞いてましたら、まあ、ある意味で o c W というのは多分そういう問題意識があってそういうふうなものをこれからオープンしていこうという,ふうなことかなと。 まあやっと私もだいぶ理解できてきたのかなと思います。ただまあちょっと聞いててねいくつか。 感じたことのまず一つ目なんですが、まず学生のためになりますという話ですね。予習とか復習とか、そのまあ高校生であればその大学で何が行われているかよく分かると。で、それは確かにその通りなんであります。が本当に学生のためになることであるとですね。実は私もそのオープンにはしてないんですけど、聞いてあの欲しいと言ってくる学生には全部私の講義のパワーポイントは出してるんですね。 ですとどういうことが起こるかというと、つまり、授業に、割に優秀なやつが授業に出てこなくなる、つまりそれを見れば分かっちゃうんですよね、見れば分かる、それでしかも課題も載っけてますから、課題を見てレポートを出してきますから、出てこなくても授業は取れる、もっとひどいやつは、なんかおかしいような、私が出した課題と違うよなというと、去年のパワーポイントを見て、去年の課題を変えてきてるんですよ。これれをやられるとと困っちゃうな えー、逆に言うと、われわれ大学の教員って授業で何やってるんだろうと、何を学生に教えてるんだろうということですね、私自身は授業はパフォーマンスだと思って、そのパワーポイントは本当、も最低必要限の情報で、その上に私の,あのパフォーマンスをみんな見に来てくれよと思ってるんだけど、どうも学生さんはそうでもないと、ちょっとこの辺はこう矛盾を感じるんですが。 まあこれが一点ですねでそれとでも,でも2点目としてでも余計を考えたら私自身も学生の時どうだったかというと私はまあ教大にいた何年あのまあ6年間おりましたが最初から最後まで聞いた授業ってまずほとんどないですねゼロですねずっと寝てました <laughs> いやそれは授業がつまんなかったこともありますが寝てましたでもちゃんと無事卒業してね俺は教大の学生だと胸張ってるわけで、まあ、授業以外にじゃあ何,何かやっぱあるんですよ教大というところはね ででななききゃできない私はやっぱり教題の中にいて他の学生さんたちといろいろ話をしたり、まあ、文学系の,せあの学生さんと話をしたり本を読んだりして学んだということがまあ残ってまして授業はどうも覚えてないんですけどそうすると大学って何だということになるわけですねこれが2番目なんでやっぱ大学は大学それ自身のコンテンツを持ってるだろうということでありますがそれは何だろうそれをその世の中にうまくハッピールするのはどうすればいいかというのはちょっと私自身はまだ分かんない。 それからもう一つ非常に面白いなと思いましたのが三野、えー、先生がこれはメディアなんだ,だ新しいメディアなんだというのをおっしゃいましたね僕もそれは面白いなと思ってですねそのやっぱり単に抗議内容を出してるんじゃなくてそれによってなか新しいことが起こるということを多分考え取られるんだろうと思いながら聞いてましたら最後の、えー、あの外科手術の話が出てきてこれはすごいですねこれはおおと思いますよねなんなんでああいうものを見ておおと思うのかということなんですけど多分ああいう映像ってこれまでタブーで 出てこなかったつまり一般の人間にとってはああいうものを触れることできなかったんですね大学部も出してこなかったなんでかというとやっぱりあれ見るとやっぱり人間ってある意味ででハハーードドウウェェアアななんですよねだからそのいわゆる我々の持ってる精神的な面とは全然あれと別なんだけどやっぱそういうふうに人間は思ってないんである種のこうタブで出したいかん一般の人のそれ見せ ゃいかんと人間ともっともっとですね体も含めて神聖なもんだよというふうな概念があってどうもマスコミを通してしか大学の情報発信をしてなかったのああいうものぽんとぶつけられるとですね我々やっぱすごくびっくりするのと同時にやっぱ感動してやっぱり人間の人間だしだ別のところにあるんじゃないかなということを考えさせてくれるわけですね。そそれがそののと末松先生のおっっっししゃった何でしたでけえあの トランザクションコストの低減ですよね、よね <laughs> まさにそれなんで、従来や大学は必ずその学問のに至る道はこうなんかバリアがあって、そう簡単に誰でもアクセスできないよねと言ってたのを、ばーっとそこを取ってしまった、でもそれは逆にそういうことによって、世の中一般の人の意識は僕、変わっていくんじゃないかなという気がするんですね、でそれはまあそのもしかしたら新しいメディアにつながるかも分かんないと。 えまあ私自身実はよう分かんないんですけど非常に面白かったなと今日の話を聞かせていただいてねお調べというものがその単なる e ランニングではないまあもともと逆に言うと今度は e ランニングって何だということになってくるんですけどまあそこまで言い出すと多分議論はあの発散してしまうんでまあこの辺にしておきたいなと思いますけど私は非常に今日は知的興奮を刺激を受けましたということで。 あのいや単に感想だということにしていただくいうです <laughs> それをまたベースに他の方々からの意見をいただければかと思いますわか,<ー> <laughs> かりました。えー、っとそうですね、えー。まあ非常にあの。 オープンコースやライブという感じが今日したと思うんですけれどもあの、まあえー、本来ならばです、ね、ここに書いてあるようにです、ね、もう提供側のメリットって話に行こうかなと思ってたんですけどそういうふうにはなかなかちょっと行きにくいものがあるんですがあの提供側のメリットっていうのは今聞いたようなこう感想がやっぱりあの今日いろんな方は持たれたと思うんですよね。ここういういとはやっぱり あのオープンコースエアというメディアがないとないわけですよねでこういったものがまあ一つのメリットなんじゃないかと思いますけれども、えー、その辺は箕面先生はその大学の <laughs> まあ学生の獲得社会貢献というあのオープンコースエアのリーダーとして言われてますけれどもその辺はどううなんでしょうかその辺は難しいので末松先生に反対に教えていただきたいんですけど。 こういういトランザクションコストが確かに下がったら他の人がいいことを確かに安く利用できますよねこのオープンコースウェアにそれを当てはめたらこれどういうふうにですね先生を口説いていくというか今の, <laughs> の今我々困っているのは先生方がどうしてもなかなかこう提供しようという気になっていただけない。 何かその説明原理で,ですね先生の考えとられるそのオープンコースはメリットがあるよというのをもう少し分かりやすく先生に説明するそういう言い方を教えていただけるとすごくありがたいなと思うんですが何かまあこの辺は宮川先生とか非常に体感されていらっしゃると思うんですけども私もスタンフォードにいる時にかなり体感していてやはり今の価値観、特にその知的創造活動の状況になってきた時には出したものが一番得をするという。 そう,いうそういう感覚ってやっぱ体感してないとなかなか分からないと思うんですよね。でそのとにかく出せばいろんな情報が入ってきてそのいろんな情報というものを処理することによって自分がまた成長することができるとそういう感覚ってものすごく強くてそれが体感してられる人っていうのはどんどん,どんどん出していくような形になるまたそれはやっぱりそう,いうそういう資質みたいな人もやっぱり教員側でも持ってなくちゃいけないしそういったものがいろいろ合わさってであの広く展開できると。 であの先ほどの議論の中で、やっぱり、その e ラーニングシステムとオープン構成ってやっぱりし別するわけであって、e ラーニングシステムっていうのは、やっぱり自分の個人の中の,その IT の活用という話だと思うんですけれども、オープン構成になった場合には、外部資源というものがいっぱいあるわけで、それをいかに活用するかという議論になってくる。 そうなってくるとやっぱり学生というのは学生に対してもその無限の資源がねもうあの溢れているわけですからそれをうまく活用することによってその彼としては無限の可能性があるわけだけれどもただ現実問題として今の,その教員側の問題と同じように学生側にもそういったものを活用するだけの主体性とかねモチベーションとかインセンティブがなければなかなか難しいんですけどもでまあ基本的には私はまあ同じようなやり方であの外部の,その資源をユーザーあの学生に使わせるということをやっていますけども 実は非常に難航してるんですよね。やっぱりそれは学生の主体性という問題に絡んでいて、ただ一つだけ、あの私がオープン構成で出している講義に限ってはものすごくうまくいっていてで、京大にもこんな学生の優秀がいるのかっていうぐらいにね。すごい。あの成果が出てきてるんですよね。ですから、その辺はそのその学生側の主体性という問題も考えながら、そういうあの。 まあオープン構成もそうですけれども、今インターネット上には無限の資源があるわけですから、そういったものをうまく活用できるかというその学生のそういう一つの能力の開発みたいなものというのも一緒についてこなくちゃいけないのかなとよりうう感じています。あ、あの瀬末先生の授業ではあのオープン構成やの、ね、たくさんの映像を載せていらもうおられて、あの瀬末先生からお聞きした。 ことですけれどもあの実際にも授業の前にその先生のがいろいろ講義しているビデオを全部学生が見てきてで実際の授業の中ではディスカッションから始めるということをお聞きしたんですけれどもその辺のところはどうでしょうか効果とか様々な <laughs> あのおっしゃるとおりに、あのその e ラーニング系のメディアっていうのは、事前に読むということを義務づけておりまして、で現場ではそのあのグループワークのプレゼンテーションをしろと、それで全員でディスカッションをしましょうと、もちろんそれ採点してまして、発言した人は点をつけるということもつけてるんだけども、それがあの非常にうまく活性化しているということで、で他が活性化してないので、なんで違うのが、そういう違いがあるのかなと考えてたんですけれども、ちょっと非常に引きになりで申し訳ないんですが、そこに参加している学生っていうのは、コンサルティング志望だったんですね。 で今そのコンサルティングで働きたいという学生の,そのモチベーションってのはものすごく強くて例えばあるコンサルティングの企業に働く人間あの倍率なんて1万倍とかあるわけですよ、そのくらい今学生ってのはそれに対してすごい熱意を持っていてそれをやるためには頑張るぞという,、ね、やっぱそう,いう主体性が機能しているのかなと。 でやっぱりそれれ、から外れ、まあ、就職とかね、まあ、単位も関係すると思いますけども、それからやっぱり外れちゃうとなかなかそういったものに対しては全然興味を示さなくなっちゃうというこの違いが私はあるのかなという感じがしていてそういう意味ではやっぱりいろんな,、まあ、いろんな主体性があるといろんな興味があると思うんですけども、今残念ながら社会環境が非常によくないんでなかなか。その、 その夢とか希望を持てる状況ではないと思うんだけどもやっぱり多くの学生にそういうものすごく熱中できるような主体性がもあの与えることができてあるいはモチベーションが与えることができてそれに対応できるようなコンテンツがあればそれは彼らとしてはどん,どん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 活用していくどん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 展開できていくと。 その中で今の話ですけれども、学生が、大学は何をするかといったらば、そういったところでもっとその切磋琢磨したいといろんな人間とどんどん議論をしたいとか、そういう場をわれわれは提供するんだというような形に、講義の,の仕方っというのはだんだん変わっていくんじゃないかなといううに私は認識しています。それはやあのやはやり、あのまあ、あの画化していない…な まあ出版っていいますかあの提供者が同じような形で PDF を出して何を出してっていうようなこう肩にはまらないで先生方自体がそ,れをどうそのメディアをどう使うかっていうことが非常に大事になってくるような話が。 それでですねそういうことを考えますとですねもうオープンコースやアのシステムっていうことが非常に大事かなと思うんですけれども、まあ、非常に柔軟な先生たちのさまざまな対応にですね、えー、耐えうるようなシステムをそこに持ってなきゃいけないような気がします。で私たちのあのオーーププンンコースやのシスシシテムはは、まあ、非常にあの今はシンプルなあの まあ、HTML 技術のシ,システムで,でそれからあのもっとダイナミックウェブにこれから変えていこうとしているんですが、まあ、そうするとさ、ね、まざ、あ、まな点で、まあ、非常にこう、あのー、オープンコースへ載せるときに、まあ、先生方自体が載せられるようにはなるんですが、まあ、非常に型にはまってしまうような形になるということをちょっと危惧しているんですがその辺は北野先生どうでしょうか。えっとあの 最初オープンコースウェアの話を伺った時に、まあ、やっぱり先生が自分でいられないとなかなかうまくいかないんじゃないかということをまあコメントしてで、まあ、自分でもちょっと何かやってみようと思って、まあ、そのプキウキという先ほど紹介したシステムを使って、まあ、オープンコースウェアもどきをまあ作ってあの学科でまあ使ってもらって。 出たわけで,すでまあ我々あの電気電子なのであの式がかけないと駄目だとか、まあ、いろんな要求があるんで、まあ、式をかけるように改造したりですねいろいろしてちょっと使ってもらってるんですけどハマ、あのー、る人は見事にハマってあの今までウェブこう憧れたけど自分ではできないもんだと決めてた先生でハマってなんかどんどんやる先生も若干1名いるんですけど、まあ、全般的にはなかなかやっぱりその時間がないとかですね プッシュしないとでき自分でできるっていう環境を作っただけではなかなか入れてもらえないっていうのが私のこの2年ぐらいの経験で,でもうちょっとなんかインセンティブがいるに違いないというふうに思ってますでシステムがあることはもう当然の条件でその上でさらになんかいるんじゃないかなとそれで最近ちょっとまあその OCW らにまたあのち,ょちょっと私の中ではこう下がってたんだけども。 この前も宮川先生のお話を聞いてそのやっぱ高校生に向けての,その情報発信として非常に有効であるということを聞きしてましてで我々は普段あの入ってくる学生のレベルについてすごく長いことを悩んでましてで、まあ、そこに対して使えるなでそれが教員に対するインセンティブになるんじゃないかということでやっぱりこうちゃんとその分野に志を持った学生をがに来てもらう。 偏差値とかそんなんじゃなくて、まあ、そういうことに使えるんじゃないかということを、まあ、教員の間でいろいろ話をしてで、まあ、それをインセンティブにしてもう少しこれからやり直してみたいなと思っているところなんですで高校なんか回ってっても時々高校行って話したりするんですけどやっぱりよくできる子はあの高校あの大学のシラバスを取り寄せて読んだりして結構ませたことをしてるわけで。 でまあ、こういう用 s w なんかを見るともうさらに細かい情報が取れるわけだから、まあ、きっとそういういいその受験新しい学生を確保するというところでかなりその誰のためのっていう話ですけど <laughs> まああのそうそうちょっと下心が良くないような気もしますけど <laughs> なんかまあそういうことでもなければ単にその自分の授業を出すっていうだけはなかなか動かないんじゃないかなというふうな、まあ、そんな印象を持っています。